はい、皆さんこんにちは。ソロギタリストの城直樹です。本日は365日のソロギターをお届けいたします。本日演奏する曲は慌てんぼうのサンタクロースになります。ぜひ見ていってください。はい、本日演奏する曲慌てんぼうのサンタクロースですけれども、クリスマスの定番曲としてよく知られた曲だと思います。今日はですね、これをソロギターで演奏してみたいと思います。演奏の後にですね、ちょっとした演奏のコツとか解説をしておりますので、自分で演奏してみたいなという方はぜひ最後まで見ていっていただければなと思います。それではお聴きください。慌てんぼうのサンタクロース。はい、それではですね、演奏の解説ちょっとしていきたいと思います。まずですね、最初の1小節目2小節目あたりからもうずっとですね、 G っていうコードで続いてるんですけれども、G ね、皆さんこうやってね押さえるね感じが多いと思うんですけども、その弾き語りとかね、いろんな伴奏とかの場合ですね、ソロギターの場合はメロディーを出せるように押さえていきますので、その時に必要な指だけを使います。ですので、最初のね、スタートの時点では、まあ、薬指しかまあ基本的に押さえてなくて、でそれから5弦の2フレットですね、これ普通だったらこうやって中指で押さえると思うんですけど、人差し指で押さえに行きます。というのもこの中指を使って、この5弦、3弦のですね、0202、このあたりのですね、 2フレットをこの中指で3弦押さえに行きたいんですね。ここにメロディーが乗っかってるわけです。今これ押さえに行きました。ここですね。でこの中指を入れたり出したりとかして、この最初のここまでのメロディーを出してるわけですね。ですんで最初の G をこういうフォームで始めちゃうと、ここの2フレットに指がね、なかなか入りづらくなりますので、まず1弦使ってないで小指外しても OK です。で中指の代わりに人差し指を入れてあげて、この中指で3弦の2フレットを押さえに行くようにしてあげてください。そしてですね、もう一つ、まあ大きな特徴というかな、ちょっと途中でストロークみたいなやつをやってるんですけど、こういうふうにダウンストロークですね。ダウンストロークで一番今、例えばこの最初のの部分ですけど、2弦にメロディーが乗っかってるわけですね、このストロークしてるときっていうのは。なので1弦を鳴らさないようにしてます。1弦どうやって鳴らさないようにしてるかっていうと、ここでですね、実は1弦に薬指で触れて人差し指でストロークしてます。これだと確実に1弦が鳴らない状態が作れますんで、この状態で1弦をミュートしながらストロークして、で次これも確実に3弦で伸べるようにして、できれば、まあこの2弦とかもねミュートしながら行ってあげるとさらにいいですね。1弦まで行くときは全部ちゃんと行ってあげて、でこの時また2弦ミュートしてという具合に、ストロークするときにね、この1弦までこう鳴らさないようにするっていうのがポイントですね。で1弦で、確実にこのストローク自体をですね止めるってなかなか難しいと思いますので、まあ、薬指でこうミュートしながらストロークしてっていう感じになりますね。あるいは左手でね、まあ、ミュートできる人は左手でミュートしたらいいかなと思うんですけど、こういう今の場合はちょっと難しいかもしれないですね。ここで左手で一応今ここでちょっと触ってみましたけど、なかなかこれはこれで厳しいかもしれないですけど、こういうここで触るとかね、まあ、どっちでもまあできるようにできる人は楽な方でいいかなと思いますけど、僕はここの薬指で1弦にミュート入れながらストロークしてるっていう感じですね。はい、ということで本日は365日のソロギターで慌てんぼうのサンタクロースをお届けいたしました。ソロギタリストの城直樹でした。それではまた。